では、コミュニケーションスキルがある男はモテるんですよ。そうなのかって言うけれど、モテます。もう本当、もう言います。モテます。皆さんこんにちは。痛みの専門家、富永ペインクリニック院長、富永紀夫です。このチャンネルがいいなと思ったら、いいね、コメント、シェア、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。励みになります。セックスがうまい男の絶対基準は2つ。自分自身がセックスが好きであること、そして相手を思いやるコミュニケーションが取れる、この2点なんですね、絶対的な基準としては。で、先生、好きじゃないっていう、あんまり好きじゃないっていうのはどうなのっていう時あるんだけど、ただね、やっぱり相手がそう言うからやってる、合わせてるっていう時っていうのはやっぱりね、まあ気乗りがしないことがずっと続いていると、やっぱり遠のくじゃない、足が。なのでね、うまい男と呼ばれるのはやっぱ探求心がね、ずっと継続している。だからやっぱ好きっていう基本根幹が流れている人の方が基準としては絶対有利です。セックスだけじゃないですけれども、やっぱりセックスの基準、好きこそものの上手なれなんですね。で、たとえ今はあまりうまくない、下手だなと思っていたとしましょうよ。でもうまくなくてもね、そのうまくないんだけどねっていううぬぼれない気持ち、大事ですよね。自らの下手さを認める人間は常に向上心がある。あ、まああんまりうまくないんだから、次はこうしよう、次はこんなことはどうかなね。なので自らと向かい合って上達することは可能であるということですよ、ね、だから好きなんだからもっと上手くなりたいなっていう気持ちは上達に直結します。でね、好きなんだからっていう気持ちがベースにあると、積極的に新しいプレイだったり工夫したプレイを、まあ、仕掛けるっていう気持ちになりがちですよね。そうするとマンネリになりにくい。で、相手の脳にしてもですね、新しい未知の刺激を受けるっていうことを相手の脳も喜ばせます。快楽と捉えやすいです。パートナーが喜びやすいです。なんでかっていうと、皆さんドライブが趣味とかっていう人いません？車のドライブです。車のドライブは体を動かさずじっとしていながらこう車の運転をずっとしてるんですけど、あれはなんで趣味で脳が楽しいのかというと、車の運転を していながら、こう脳がいつも変わっている風景、見たことがない風景の流れ、それを認知することで、知らなかった風景や潮の香りだったり山の木の新しいこう空気感とか、自然であったりとか都会であったり、そういうものを新たな刺激として認知するから、変わりゆく新しい風景を知るという、だからドライブというものは非常に脳に対する刺激がある、新しい快楽を生みやすい趣味になるということは、無理がないですね。相手のまあ、協力が得られる新しいプレーというものを仕掛けるっていうことは、やっぱり好きじゃないと次はどうしようっていうね、こういうふうなプレジャーグッズ使ってみるとか、こういうシチュエーションでやってみるとかね、新しい工夫っていうのがあるとマンネリなんかはちょっと考えられにくいでしょ。で、こういうことですね。まあ、セックスっていうものを考えると、究極の娯楽ですからね。娯楽ってことは楽しめるかどうかなんです。でも2人でするって言ったでしょ。だから2人が楽しめるかどうか、ね、楽しんでやる、もっと好きになって上手になる、こういうふうな、ね、好循環が支え合うっていうことなので、非常に、ね、絶対基準としては、やっぱりセックスが好きなんです、すごい好きなんですっていう人の方が基準としては満たしやすいっていうことなんですね。そしてもう、ね、2つ目の相手を思いやるコミュニケーションが取れる、これも絶対基準だと言いました。相対ではなく絶対基準にコミュニケーションが入るって言われると、まあ男の人たちね、人によっては共感力とかわかんねえよとか、コミュニケーションとかすっげえ苦手なんで、ちょっと面倒くさいな、ややこしいな、苦手だなと思っている方へ、ここミソですよ、いいですか、どうすればいいかわからないっていう人もいます。共感力とか最近風の時代とか言われて、なんか引いちゃうんだけどとかね、難しい、昭和が良かった、違うんですよ。どうすればいいかわからないとおっしゃるあなたが、ちょっと分かりやすい例として、これやっちゃダメだよねっていうパターンを今から伝えますから、ダメパターンを聞けば、あ、
これやったら確かにそうだなと思っていただけたら、それが解決のヒントの一本になります。例えばつい自分の話ばかりしてしまうですか、人の話は聞かない、で家に帰ってきて疲れてるんです、まあそこまではいいですよね、でもあとは疲れてんだから集中して聞いてない、辛い槌ばっかり打っちゃう、はい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 みたいな、はいじゃなくはいはいはいですね。そしてそうなのにもかかわらず自分自身のこだわりは強い、こういうふうにすると自分自身の側曲げないということになってきて、自分の話ばっかりして人の話は聞かないって、まあそういう人とはなんかあんまり話したくないですよね。会社でもそうじゃないですか、社会においても。でこういう人たちの何がいけないかっていうと、相手に分かりやすく自分が考えていることの説明とか表現してあげるっていう気持ち、相手に分かってもらおうとする思いやりがないってことなんです。いいですか？なので NG ワードっていうのを今伝えますからね。いいですか？これ言ってたらちょっともうね、絶対基準が今ちょっと崩れ去りますから、ね、いいですか？黙っとけ。だから結論は何？うるさい。これでいいんだ。ごちゃごちゃ言うな。まあ、こういうことをですね、つい言ってしまわれている方は、相手が投げた、まあ、バスケットボールの球をそのまま素通りさせてるか、球をパスさせてないっていうことなんですよね。ねえ、ゴールが遠いですよね。一人だけでドリブルで相手を全員こう抜きながらシュートに持っていくより、パスしながら進んでいった方がゴールの確率が高まるというのに、うるさいとか黙っとけとかね、お前の意見はいいんだとかね思い当たる人がいたら、今日からでも変わるチャンスです。ちょっと聞いてね、あ、そうかな、なんて思った人は、ね、あ、コミュニケーションってあ大事なんだなみたいな感じと思っていただけたら、今日がその一歩になります。じゃあなぜコンプセックスにコミュニケーションが大事なんでしょうか。いいですか？他の人には見せない2人だけのひそやかなことなのに、コミュニケーションがなんで大事なんだっていうと、女の人の6割はセックスは愛情表現であると考えているから。これはジャパンセックスサーベイの2020から取っています。最も信頼のおける日本人の大規模調査です。ということは第1位なんですよ、セックスの目的。セックスなんでしてるのって言ったら愛情表現だからって言ってるんです。そして第2位は 45.1% の女の人が答えていますが、セックスというものは触れ合いでありコミュニケーションのためにしているというふうに答えています。ということはコミュニケーションのためにやってんのに、コミュニケーションうざい、ややこしいとか黙っとけとか言ってたらもう話にならないですよね。相手の目的なんだから、そう、チームプレーの目的ですよ。ということでコミュニケーションを避けてばかりでは、うまい男であるとは言えないということなんですね。そうね、かといって相手の言う通りしておけばそれで相手を立てたことになるからっていうけども、それはコミュニケーションじゃないです。なぜならばより良い2人のセックスライフを構築することがチームとしての目的ですからね。なので意識的に相手にも働きかけて、そしてそれに応じて察して反応して行動できるように促していく、その技術である、それがセックスコミュニケーションであるとも言えるんですね。みんなね、モテたいとかね、もうモテたい、だからモテるためには先生どうしたらいいですかっていう話をね、よくご相談受けます。ではコミュニケーションスキルがある男はモテるんですよ。そうなのかって言うけれど、モテます。もう本当もう言います、モテます。じゃあなんでモテるのかを知る前に、コミュニケーションがない男のパターンを考えたら分かります。なぜかというと、コミュニケーションスキルがないということは相手の意見を聞かないということです。コミュニケートしないということですね。もしくは相手そのものが、もう何て言うかな、言えない空気感を作って圧力かけてる、要するに封殺してる、相手に文句を言わさせない環境である、自分の価値観を押し付けてばかりでね、歩み寄りをしない、でもお前だけが折れろみたいな、こんな感じ、感じ悪いでしょう、ね、で自分の意に沿わない意見や行為に対して
機嫌が悪い態度を取る、怒る、怒鳴る、こういう空気感で圧を加えられるとどういうことになるかというと、素直な本音の部分で思っている自分自身の気持ちは伝えてくれなくなります。伝えられないよね。伝えようとしたって聞かない、しかもその意見すら言わさせない空気感でやってくるんですからね。ってことは、気持ちを伝えられないっていうことはですね、どんなセックスが気持ちがいいのかとか、今日どうしてほしいとか、もっとこうしてほしいとかいうことは言えない、伝えられない。普通の生活スタイルでこれだったら、セックスのことなんか余計伝えられない。その結果どういうふうになっていくかというと、俺はこれでいいんだ、いつもこれだから。ってことはもう独りよがりなセックスの出来上がりです。独善的ですね。しかも2人で作り上げてて、1人が本音を言う、自由な意見を言えない空気感だとすると、フィードバックは受けられない、ない。ってことは、うまくなるステップアップのチャンスはない、失う、機会損失。ということはどういうふうになってしまうかというと、相手の心の中ではもう見切られてしまうということ。だから、まあ分かりやすい形で言えば、更年期の頃にね、もうすいません、更年期なんで卒業させてくださいみたいなね、そういう形になります。まあ、シャッターパチャンみたいな感じです。女性は何も言わないからといって賛同しているわけじゃないです。言えない空気感で言ったら機嫌が悪くなるから黙っとこうってやつです。なので、いよいよコミュニケーションを取らないと、ここへのカウントダウンが始まってるわっていうことです。なので、よくモテたい、モテたい、先生モテたい男になりたいからモテる方法はって言ったら、コミュニケーションを取れよ。相手の、これの反対したらいいわけですよ。相手の意見や気持ちをよく聞いてあげて、封殺しない。だから相手が言いたいことを十分、その空相づちじゃなくって、そうだね、うん、わかるよと共感しながらお話に耳を傾ける。意にそぐわない意見でも、その意見に対してやはり耳を傾けて、そして機嫌が悪い態度ではなくて、そうだったんだ君っていうふうにお話を持っていくと、その人がモテるということはよくわかりますよね。うん、お互いね、このコミュニケーションスキルっていうのは何のためにやってるかっていうと、お互いより良いセックスをしようという思いやりなんですよ。だから、お互いが気持ちよくなろうって言ってんだから、お互い様なんだから。だから、これの表れの一つによく言うでしょ、爪を切ってる、綺麗にセックスの前に整えている男はセックスがうまい。わかります？爪とセックスと何が意味があんだいとかって思うでしょ。これはもう分かってる男がやってるんです。だって大体多くの場合、手で相手の体、そしてデリケートな膣の中、粘膜なんでしょ、爪が生えていたり不潔な指で傷つけちゃいけないと思う相手の立場に立った行為の一つが、爪をきれいに整えて、ヤスリで整えているっていう行為だから、外から見てわかるじゃないですか。だから、爪をきれいに切ってやって整えている男はセックスがうまいっていうことになるわけなんですね。この動画の概要欄に、ジョイが教える特別なテクニック動画、すっごいびしょ濡れ極上のネバッグを公開しています。ぜひ下の概要欄から無料動画を受け取ってくださいね。スマホの方は動画タイトルをクリックいただけると URL が表示されます。次に、概要欄中ほどにある青い URL をクリックして、無料動画極上のネバッグ受け取ってくださいね。今回の動画が少しでも役に立ったらと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。概要欄に特別動画極上のネバッグへのリンクを貼っておきました。ぜひ概要欄のリンクを確認してくださいね。こちらはサポートの関係で予告なく募集を終了する可能性があります。少しでもご興味があるなら、ぜひ見逃さないでくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。